6時半です。今からの2年は、何やっけ、時系列的に言うと、マック行って、買い物して、そう、買い物行って、途中でトアに迎えに来てもらって、私は体育館行かずに帰ってました。うん。4時ぐらいに帰ったのかな。な。そうそう。で、トアは今な、美容院行ってる。なんか、長さは変えへんけど、色を変えるみたいなことを言うとったよ。で、昨日病院行った時にさ、もらってきた、ドレニゾンテープっていうのをな、貼ろうと思ってさ、こうほら。もうさ、手ボロボロやねん、もう。ほら。見える？うん、なんかもう手湿疹がやばくてさ、でこうひび割れしとるところに貼ったらだいぶ楽になるよっていうテープをね、そうだいぶ楽になるよっていうテープをもらってきたんで貼っとこうと思う。なんか好きな大きさ、その患部の大きさに切って貼って、ほんで、サージカルテープで巻いといてみたいに言われてんけどさ、サージカルテープが見当たらなくてさ、見つかったのがこれなのよ。な、一応なんかほら、テープみたいになっとうから、これでいいかなって思って。貼っとこうわ。これで切れるんか？なんかのりくっついてる。ちょっと大きめにする？でさ、トアがな、あ、昨日キーマカレーして私泊まりに行っとってんけど、トアがもうキーマカレーの残りでいいやんって言ってくれとるから、もうそのまま行っちゃおうかなって思ってます。サラダだけ作ったらいけるやろ。何これさ、楽になるんいいねんけど、テープ大丈夫なん？私さ、ゴムもアレルギーなんよ。バンドエイドもさ、傷保護するためにバンドエイド貼ったらさ、その保護しないとこのゴムの部分でかぶれるんよね。何これ？なんか見て、こんな透明のテープ、こんなんあるの？ここに？ちょっとミロちゃん、ちょっと邪魔やで、そこ。これ皮膚呼吸できひんのじゃん。何？これ剥がしたやつ？とりあえずひどい2本だけ巻いとこうと思う。もう何痛いな。空気まで染みそうな勢いやで。え、何のテープなんこれ？防水テープなんかな？後で調べよう。この2本。これで。あ、粘着ないわ。あ、くっつく包帯？あ、そういうこと？あ、これかぶれんでちょうどいいんじゃん。え、ちょうどいいけど。待ってな。ちょうどいいはいいねんけど、なんか、え？いいのこれで。これでいいんかな。ちょうどいいはいいけどさ、うん、粘着がないからちょうどいいけど、なんか包帯になっとうけど。え？うちだな。かぶれはせんよな。まあいいんちゃう。あんまり染みつけんようにだけしとこうか。
え、これ右利き用のハサミじゃん。え、切って。あ、来た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 。はい。こんな感じで。な、保護しとこう。マジでやばいもんな。そう、ほんでこれ貼った指はさ、お薬塗らんでいいねんて。後の指だけ塗っとこう。あとひどいんがここ。ここと、ここやな。見えへんな。おー、ちょうど見えへんところや、ここや。かいかいやね、もう。やばいな。はい。以上です。トアが散髪から帰ってきたらもう一緒にご飯食べちゃうわ。な。これ、調べよう。ドレニゾンテープ。ドレニゾンテープ。覚えておるうちに調べます。ドレニゾンテープ。